ワイゲオ王の財宝が入った箱を開ける鍵を得るため、始まりの島からイカダを出航させた両チーム。迷路のようなクロコダイルエリアを抜けたのは、おいでレイクレチームが鍵を入手し、両チームはクロコダイルエリアを抜け大海原へ。しかしイカダを補強するため一度別々の島に上陸した。翌日、イカダの補修を終えたレイクレチームが次なる島を目指すため渡航する中、待てやクレイジー。レイクレチームの出航のタイミングを伺っていた第二チームと再び鉢合わせ、海上戦が幕を開けようとしていた。エッチニエッチニエッチニあ、濃いのかも。ペロは安定の海中です。かわいそうすぎだろペロ。あれでいいのかよ。船の上にいるとこ見たことないけど。よっしゃー、あいつらおるぞ。おれが来よった来よった。鍵ダッシュしないと。これは全員落とせばいいんだろ。そうだ。おい、絶対に鍵を死しろ。正面行くぞ。絶対倒そう。全面戦争じゃい。再び海上戦が幕を開ける。第二チームの目的はレイクレチームの持つ財宝の鍵の入手。レイクレチームは次の島へ向かうため第二チームを一掃する構えだ。戦いの後に海に浮かんでいる船は一隻だけ。両チームの総力戦が始まる。相手の荷物、身ぐるみ全部剥がすんだ。わかりました。俺とりあえず落としたらいいっすか。あ、そうだ。じゃあ犬とかよ、クソガリガリなやつ行きますか。あ、キョロガリってこい。あいつ生きてたんだな。いや、すいません、あの、戻りたいです。おい、いや、違います。その話違うだろ、お前どうした。お前仲悪いのか、あいつら。突如、イーノの裏切り宣言。戦いの雲行きは怪しくなる。そしてこれが僕の宣言です。おい、おい、おい、あいつ本物じゃないか。実は待ってたぞ。待ってたぞ。お前もう戻れないぞ。お前戻れないぞ。ここ何年の付け全部終わりだからな。お前はレイジラクレイジーだ。レイジラクレイジー第2のイーノ。こうしてイーノがレイクレチームへと寝返り、第2チームは4人 vs 6人という数的不利の状態で海上戦が始まった。よし、一斉攻撃だ。やばい、来るぞこれ。やばい、逃げろ。風邪しろ。てっちゃんも行ってくれ。乗り込め、行け。乗り込め、今人数的には圧倒的に勝ってる。乗り込め、行け。あ、すみません。いいの、まだ行ってる。いいの、終わった、いいの。突如、イーノがレイクレチームを海へと突き落とした。そう、イーノは裏切ってなどいなかった。実は戦いの前に結構正面衝突厳しいと思うぞ、俺ら戦力的に。無策で言ってもちょっと微妙だろ。いや、俺これ裏切ったよりして向こうのイカダ上がるか。あ、それいけんな。確かに流れもあるしな。これいけますね。そして宣言通り、一度味方を裏切ったふりをしてレイクレの船に乗ることに成功。できるだけレイクレメンバーを一斉に倒せる機会を伺い、てっちゃんとたかしを突き落とした。さらにドバ師匠も道連れにし、イーノは合計3人のレイクレメンバーを倒した。そしてなぜか海上戦が始まってもなお海に浮かんでいるだけのペロアイ男爵も死亡扱いとなり、残るメンバーは最強の男トモヤンただ一人に。激闘の末、西尾がお手本のようなタックルをお見舞いし、トモヤンを撃破。海上戦は見事第二チームが勝利した。いいのやってくれたな。いいのよくやった。あ
いつのせいだ、全てすべてあいつのせいだ。ゼロ、次の投稿も仲間入れてよ。ゼロ。こうしてワイゲオ王の宝箱の鍵はもちろん、レイクレチームの持っているすべてのアイテムを略奪した。水いただきます。水くれ。うわ、水やられた。おい、おい。見事勝利を収めた第二チームは、海の真ん中でまだ勝利の余韻に浸っていた。どうだ、奇跡の海は気持ちいいか。おお、うわ、気持ちいい、気持ちいい。西尾、西尾、あ、今ほら全員飛び降りたら沈没になっちゃうからさ。さて、鍵を手にし順風満帆な第二チームは次に進む島を決めていた。いやー、今見えてんのはあれが最後の島です。すごいな、遠いな、さすがに無理だね。遠いね、腹が減って力が出ねえ。経由してく。極限の空腹状態と海上戦の疲れから到底最後の島にはたどり着けないと判断し、イカダの強化と休憩をするために近くの大きな島を目指すことに。行くぞ、大火事一般方向転換。オーケー、行け。左漕ぎます。漕ぎ続けること1時間、目的の島付近へたどり着いていた。エンテネイ、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 エンテネイ。うわ、マジで綺麗だな。何これ、やばいな、水中やばくない、ちょっとマジで海やばい。何これ、最高やん。え、お前まだなんか染まってね、染まってね、なんかロマ師匠がなんか言ってたんだよな。最後俺はイノを信じてるぞって。イノでも俺信じてるから。まだ俺たちの方に来るって分かってるからさ。主人公いる。いつでも来いよ。最高やん。関西弁当も裏切りはないですね。うわー、マジですごいな。すごいね。うわ、南国リゾートついちゃったよ。人いないなんか。あ、人いるわ。本当だ。本当だ、人いる。普通になんか人いる。だって家がそういうっぽいもんね、確かに。なんだろうな。到着したのはまるで南国リゾートのような島。人も暮らしているようで、当たり島の予感が漂う。何やってんだろうな。猿の島、またここかい。猿、完全敗北。うん、しかも頭脳で負けた。完全敗北。いいの信じた俺らがバカやったな。早く行ったんだよ。あいつマジ腹立つわ。だって俺いいの信じきってたよ。俺も、うん、じゃあ突然視界がな、海の中なっててんだよ。人のあれがすごいぞ。ね。ここら辺もすごいよ。もう人まみれです。あっちもさ、見て、桟橋でさ、釣りやってんだよ。本当だ。めっちゃやってるわ。ちょっと待て。あった？神の島。神の島。神の島。ようこそ民の島へ。ここは私の親戚や大切な子孫たちが暮らしている島だ。私の子供たちが出迎えてくれるだろう。楽しんで行ってくれたまえ。ハロー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 。海外からの訪問者に興味津々の島民たち。まずはこの第一村人に話を聞いてみることに。すると、イングリッシュ OK？ うん、喋れるぞ。この島に漂流してきたんだ。それは大変だったな。私はここの村長だ。ゆっくりして行ってくれ。リアル？え、マジで？村長？なんと一発目で民の島 SS レアの村長を引き当てることに成功。早速島内を案内してもらうと、まさかの建物を発見する。すげえ。すげえ。うわ、すげえ。駄菓子屋みたいなのある。なんと民の島には売店があった。この穴から紙幣を渡し商品を受け取る。
島民を全く信用していない仕様ではあるが、過酷な日々を送ってきた5人には喉から手が出るほど欲しいものばかり。食いてぇ、マジで食いたい。これいやでもこの金がないぞ。だがもちろんお金など持っていない。そこで物々交換を提案してみることに。なんかないの？今ナイフしかないぜ。ナイフでもワンチャン結構価値あるんじゃない？ちょっと出し方気をつけろ、強盗だと間違える。確かにね。見てるよ。真剣にナイフを見つめる村長。果たして鑑定の結果は？え？やれ？やば。ナイフ1本とコーラ5本の交換が成立。乾杯。喉がカラカラの一同にキンキンのコーラが染み渡る。さらに、これから釣りに行くんだが、君たちも一緒に来るか？釣り行くけど一緒に来るか？ええボートみたいな？そうだ。あ、じゃあだいぶ沖まで行けんじゃない？絶好じゃん。めちゃくちゃ釣れんじゃないの？マジで。じゃあそれディナーにしよう。確かにな。めっちゃいいじゃん。民の島に滞在する第二チーム、飯野と西尾は村長の釣りに付き合うため船で沖に出ていた。すごい。これが釣り針だ。俺らがずっと出てみたいと思ってた沖ですよ。わあ、船偉大だわ。はい。村長の漁法は何も餌がついていない釣り針を海へ垂らし、上下に揺らしながら船を走らせる。そのスピードで海中にいる魚に釣り針が引っかかれば釣り上げることができるというかなり破天荒な方法。いやでもすごい沖だわ。めっちゃいやなんで怖いなこれ。大丈夫かこれ。そのためとにかく猛スピードで船を走らせる暴走モードの村長。一方でそのおかげで飯野と西尾は民の島近海の情報を知ることができた。あの島すげえ、なんか釣り橋かかってるわ。すごいね。飯野あっちの島にさ、なんか桟橋みたいなの見えない？ああ見えるわ。皆さんラストアイランドです。ラストアイランド前方に見えます。あ、これ裏側？民の島の裏側でしょ多分。あ、そうなんだ。これジャングルクルーズみたいだわ。確かに。マジで俺ら今偵察しかしてないけど。村長がちょっと釣ってくれなさすぎるな。こっちも気まずいですみたいな顔されんだよ。その後も全く魚がヒットする様子はなく、時間だけが流れる。欲しいな。こんなはずじゃないって顔ずっとしてんだよ。すでに開始から2時間が経っており、次第に諦めムードが漂う。村長さんちょっと本気出してきたな。速度がさすがに釣ってもらわなきゃ困るしな。そうね。あ、釣ってもらわなきゃ困るけど、転覆しても困んないよ。とその時、来たぞ。おついに魚がヒット。さらに、こりゃ大物だ。ビッグ、超ビッグ。村長が体を持っていかれるほどの大物らしい。果たして釣れるのか。おお村長さんマジで？あ、こういう風に釣れるんだ。そっから手を手繰り寄せて。ああ、ダメだ、逃げられた。逃げられてしまった。あ、そんぐらいでかかった。一度村に戻ろう。2時間越しにようやくヒットした魚に逃げられ、さすがに心が折れたのか、一度村に帰ることに。
ああ、ノノノノノノ、にしよう。準備かと。ゆっくりした。はい。え、で釣れた？いや、今あの超大物に引っかかって、あの釣り針が取られて、あいつ絶対許せねえっつって、今の家からめちゃくちゃでかい釣り針出して、今からもう一回再出発するらしいんですよ。そう、村長の闘志は耐えていなかった。じゃあ それディナーにしよう。確かにな、めっちゃいいじゃん。頼むぜ村長。あの時約束した期待を裏切るわけにはいかない。一度村に帰ったのは、今よりも大きな魚が狙える釣り針と、この村長そっくりの弟子を連れていくため、先ほど敗れたあの大物を釣り上げるためのリベンジマッチが始まった。なんと3時間粘るもヒットすらせず、釣果はゼロ。そのことを飯野がメンバーに報告。飯野さん、魚釣れてないです。え、はい、お腹はどうする？腹減ったよ。そうですよね、はい、私はどうすんのこれ。飯野どうすんだ、どうすんの。お前、いや、言葉はわからないが、自分が釣れなかったせいで同行していた飯野が他のメンバーから責められていることをなんとなく察知すると、よかったらうちでみんなと一緒にご飯を食べないか。 Thank you パパ。だから呼んだの。こうして強引ではあるが、3日ぶりにまともな食事にありつけることに。第二チームの宴が始まった。セレモニー。おお、あ、炒めてます。いや、超いい匂いするよ。マジで腹減ってたのよ。乾杯。乾杯。うまっ、うん、うまっ。チゲうまっ。ちょっとじゃあレクレ風にやっちゃってもいいですか。はい、今つながってるやつらがこれ。もうダメだ、悔しい悔しい。まるで月と緑かね。すっごいやん。俺らみたいな強い奴らが負けるっていうこともあるっていうのは、猿もエベレストから落ちるやん。全部知らんねん。追いついてんよ。こんな話ばっかしてるから負けんねん。もう嫌や俺も。あいつら今どこで何してんねん。いや、探し出す意地でもな。確かに。どうする、なんかめっちゃ豪勢な飯とか食ってたら。いやないやろそれは。米うまい。米もうめえ。ミュージックプレゼント。おお、ブラボー、イエーイ。マジで、めっちゃ何も言わないんだこっちは。マジで俺らが助けられてる側とは思わないだろう。この島に学校を建てた人たちですか。ヒーローだもんな、この扱い。水、井戸を掘りました。俺らただ飯食ってるだけだ。いや、すごいっすよ。めっちゃいいじゃないですか。びっくりしましたね。レイクレどうしてんすかね。確かに。あ、レイクレ、レイクレをおかずに。あ、ごめん、出しました。あ、どうした、あ、どうした、ないどうした。いや、それで VRTR 止まないよ、それで。それで向こうに止まないよ。マジまだ続いてんのこれ。エイクレの映像つまみに聞く映像が一番。映像じゃない、あ、やばい、まだダメだな。飛ばないからだが、それで。あ、飛ばない。村長の疑いを。さあ、東京スカイツリーの背比べやな。まだやってる。行かないからええやん。まあ、カッパのアマゾン側流れやな。もうええって、もう。どうする、明日から。じゃあもう何も考えず寝ようぜ。まずもうな、空腹やね。もう明日すぐ行こう。民の島で朝を迎えた第二チームの拠点組は、イカダの修復に取り掛かるはずだったが、どうすっか今日。どうすっか。ずっとここでいいんじゃないですか。え、ずっとここでいいんじゃないですか。
前めちゃくちゃ惚れてんなここに。はい、ちょっと自分キンキンコーラ行きたいっす。僕も行きたいっす。じゃあ行っちゃいますか。昨日島とは思えない過度な贅沢をした結果、3人はコーラが頭から離れなくなってしまっていた。そしてもっとしっかりやれ、ちゃんと集めろ。お前ももし動け、コーラが下がってんのよ。いいね、休んでるよ。嬉しそう。俺もやるわ。こうして簡単な村のクエストをクリアし、報酬のコーラとちゃっかりタバコまでゲットする3人。するとここで岩田が村長に悪知恵を仕込む。オレンジベア、オレンジベア、ファイブピーポグループ、ゼア、デビル。もしかしたら赤いパンツを履いた異国人、通称レッドデビルがやってくる。そいつらを島に入れてしまうと村にとんでもない災いが起こるというハッタリを村長に伝えると、もしそいつらが来たら島から追い出せばいいんだな。Thank you。 こうしてなぜか民の島から出禁となったレイクレチーム、ようやくイカダ修復に取り掛かると思われたが、金持ってないかな。いや村長に、多分村長に言ったら多分貸してくれるぞ。あの船であそこ島に連れてってくれっつったの。マジでそれ最強じゃね。島内のゴミ全部集めたら多分一瞬だな。まあ、あと本当に俺らがその財宝を手に入れた時村長もそれ見ることになるから、確かにちょっと分けないと気まずいしな。箱もらってるしな、コーラと。村長の船で最後の島にゴールしてしまうという企画壊しの案が浮上するが、財宝は一銭たりとも渡したくないという理由でこの案は却下された。その頃飯野と西尾は海が干潮になったことを利用しとある場所へ向かっていた。いや気持ちいいなこれ。ちょっとわけわかんないけどねこの干上がり方は。これでも怖いよね、上がってくるわけでしょ引いたったら。今干潮だからそうだけど、桟橋が来ましたね。それは昨日釣りに出かけた際に発見していた桟橋のある島。干潮になった今では歩いて上陸できるようになっていた。本当だ、看板じゃないこれ。ジュゴンの島、ジュゴンの島。ここは昔人魚がいると噂されていた島だ。実はその正体はジュゴンだったわけだが、まあ君たちにはあまり関係ない島かもな。なんか関係あれよ。答え合わせだしな、もうそれ。手紙を見つけこの島の全貌を知った2人はさらに何かを発見する。あっちだから俺らが行った島でしょ。あっちの方かな。まあ多分そうだね。どうした。ちょっと待って、あれレイクレ来てない。え、あそこあそこ、え、映る。2人が目撃したのはこちらに向かっていかだを漕ぎ進めるレイクレチーム。そう、第2グループが時間を潰している頃、レイクレは最低限の修復だけ済ませ朝一番に出発していた。早くあの島に行くぞ。よし行くぞ。目的地は昨日行きそびれた民の島、第二チームが滞在する島である。待っとけ第二グループ。よっしゃー、火祭りじゃー。椅子使って、椅子作れる。やばい、どうした、どうしました。レイクレ来てる。早いな。あの村長に俺ら口裏回して、あの赤い水着着たやつらいたら追い払ってくれっていう約束してあるから。先ほどの村長にした根回しが現実の出来事となった。第二チームは急いで村長の元へ向かった。来た、やついた、よっしゃよっしゃ、足ついた、よっしゃ、おるよ、よっしゃ。ちょっと見ますか。村長、村長、村長どこだっけ。ちょっと待って、なになに、ちょっと待って、えいく、いけいけ、うわ、ちょっと待って、いけ、やっぱそうや。クラボックス、クラボックス、いけた、ここや、おい、ないやん。
半身隠しとこう。混んでくんじゃない待って。肉弾戦になったら結構やばいな。半身隠しとこう。よし。広いなこの島。広いね。逆にもうどっかとどまっといた方が。I'm looking for Japanese. Thank you. Thank you. Thank you. あいつらマジで見つけたらほんまボーボーしような。逆サイド行くまたビーチ。あ、しかたそっ。まっそか。このマジか。結構慣れたんだけどな。やばい。え？ちょっと。おらー。第2チームが遭遇したのは村長ではなくレイクレチーム。やばいやばいやばい、来た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 。壁がすごい、壁がすごい。お前ら全力疾走でこちらへ向かってくるレッドデビルの圧に負け、瞬く間にリーダーの岩田が拉致されてしまった。すると智也がある条件を突きつける。お前らよく聞け。ああ、鍵持ってきてこいつを解放するか、鍵を渡さずにこいつを裏切ってこの島を出るか、どっちかや。1時間後に答え待ってるわ。岩田岩田、無理だ無理だ。話簡単やん。お前らが鍵をくれるってんなら岩田を解放するわ。もうそのまま逃げるんやったら岩田マジどうなんねやろな。レイクレチームが提示した条件は岩田の身柄と財宝の鍵の交換。チャンスは一度だけ。両者は1時間後に同じ場所で落ち合うこととなった。どうすんだこれ。いやだるいな、5人で脱出しなかったら財宝取れないってルールなかったら置いてくんだけどな。いや捕まったらどうなんの。普通にあのお笑い拷問受けるよ。おい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 。うわ無理やり一発芸10連発とかやらせそうだな。モノバケ10連おい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 。かわいそうに岩田、1時間は耐えてもらえねえとな。ゴールするには岩田も鍵も必要なため、提案をそのまま飲むことはできない。そのため何かしらの策を講じる必要があった。一方レイクレチームは交渉の前に鍵の場所を吐かせるため。いや見て面白あたり面白あたり見て見て面白。大喜利、モノマネ、一発ギャグなどあらゆる拷問器具を使い岩田の体力をすり減らしていた。すると分かりました。え？連れてきます。え？いいのか、第二を裏切ることになるけど。そうだぞ、うん、いやもうしょうがないっす。ちゃんとカメラに言え。私は自分が大好きですと。私は自分が大好きです。あそうやな、気持ち悪い。完全に戦意を失った岩田はチームを裏切り鍵の隠し場所へと案内した。そこは島民が釣りをしに集まる桟橋だった。はい、はい、どこへ、どこへ、こんなとこにあるの。あ、危ないよこれ。何だよどこで。あ、見えた見えた。岩田が海へと逃走を試みる。しかし逃げ。何してんねんあいつ。何してんねん。おい岩田、はいよ、捕まえました。ペロアイ男爵のミサイルのような追撃であっけなく確保。逃げられないようにロープで縛り上げ、約束の時間となったため集合場所へと向かった。しかしそこに第二チームの姿はなかった。全然来ねえじゃねえ。来ないってある。全然来ねえじゃねえ。お前さ人望ないんやな。かわいそうによ。裏切られちゃった。なんだけリーダーやだけ。中学からの同級生だし。中学からの同級生。長い間。薄い関係だったみてえだな。どうせ逃げられてるって。くそ野郎。あ？なんだ？なんだい？え、ちょっと待って。ちょっと待って。
おーちょっとめっちゃおらんめっちゃおらんちゃってお前ら後ろ、こいつだお前ら、ありがとうお前が一番前だありがとう、お前らお前が一番前に行くお前らちょっと待ってんお前どういうことや、これ今だゴーやばい最後の作戦は一つだなラストアイランドの手前であいつらを迎え撃つ海賊たちよ手に入れろこの世の全てが入った宝を割り込むぞ